はい、どうもしゅんです。こんにちは。どうもビアムです。ふみです。わかって TV です。先ほどの動画で引き続き竹田塾にお邪魔しております。僕らが面接官で林社長が就活生という立場で僕らが面接をさせていただくという、林社長の面接が終わった後に僕らの札で一緒に働きたいか否かを判断させていただくという形になっております。じゃあ、学生時代頑張ったことを教えてください。基本的にはひたすら合コンしてたんですけど恥ずかしい話なんですけども僕高校1年生、2年生、3年生、浪人生と4年間予備校に行ったんですけれども第一志望に受からなかったんです。予備校代を払ってですね第一志望受からなかったのでこれですねちょっと予備校が悪かったんじゃないかなと思いまして大学1年生で会社を作りました。逆にね作るしかもうその先生きる道ないから。林さん自身の得意な強みみたいなのはありますか。例えばですよ、はい、中森先生のような人が竹田塾で働いてくれることですよね。中森というのがいましてですね、参考書をですね全部研究してですね、勉強する順番を全部考える人なんですね。そういう勉強を博士みたいな。そうなんです。だから僕がねそこまで頭が良くないんですけどそういう人が加わってくれたですね。すごい東大とかすごい先生なんや。いやそれは立教大学みたいな。雑魚やおい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 学習院と立教雑魚大学とは塾で今会社どんぐらいあるんでしたっけ。はい、全国に約300校舎で、ない県はありません。あ、全国にあるね、なるほどね。全部の塾の売り上げを合わせると前期で70億ぐらいで今期、多分90億100億ぐらい、すごいやつ面接来たな。今頃だよ。なるほどね、マーチの星や。いや、それ分かれされるかもしれないですけど、逆にできない受験生の気持ちが分かるというか、で自分がもっとこうしたらよかったなって思う塾を作ったので、そういうのが受験生に必要とされてたので、こんな少子高齢化の中、短期間で300校舎もできちゃったのかなと思います。数年でめちゃくちゃ増えたんですよね。そうですね、ここ数年が一番広がってるんですけど、まずうちの塾はですね、もう本当に小さな時から入らなくていいよ、受験に悩んだら相談にも入れないということをずっとやっています。で今はもう全国300校でやってますね。さらにその勉強方法を相談乗るだけじゃなくて YouTube とかブログで全部ウェブ上で公開してるんですね。なるほど。なのでその勉強法だけで東大京大受かりましたっていう人がですね逆に受かった後にお礼っていうことで先生になってくれた入社してくれたりするんですよね。そういうことでいい循環が起きて竹田塾のこと知ってますとか、ね、その勉強法で受かりましたと先生がだんだん広がって、どんどん校舎が増えていったっていうのはあるかもしれないですね。義務を しまくったっていうことなんですね。ふみんさんほどすごくなかった。ほんまにそう。いやいや、ちょっと謙虚さを知れ。ほんまにそう。謙虚さを知れ。ほんまに実力ないだけ。ほんまに実力ないだけ。ちなみに林社長が一緒に働きたい人の基準みたいな、企業を選ぶの条件みたいなのがあれば教えていただきたい。働いてて、楽しいところがいいですよね。なんか話聞くと世の中理不尽な企業とかね、あるみたいなね、納得もできる仕事だったらいいですけどね。だからちょっとなんでこれやらされるんだろうって思うことは売り上げ少ないところがいいですよね。楽しいし納得できることでやれるところがいいかなと思いますよね。はい、いやそんなん言うとるけどただの手高になっちゃう。違うわ。そんなのないよ。最近狂ったように YouTube 出てるやん。いや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 、なんか分からんけど令和の虎だ MC チャンネルだなんだあれだみたいなめちゃめちゃ出てるやん。いやいや手高になるだけでしょ。いやいや YouTube 伸びてるから今。いやいや学習院の目指したがりやめとけお前。ほんとに君が一番目立ってるよ。そう俺もか。そう俺も目立ってるから俺も才能に溢れてるから。謙虚さもしてるから。すなすよ現役で京大合格なんだよ。しかもね、仕事しながら小3試験91番、本当にすごい方だと思いますね。本当に悪い気がするな。喜ぶな。でもうまいね、面接官立てる。いいね、採用。いやもう早いな。ちょろいなお前。本当に俺の学歴認めてくれるやつは大好き。いや俺の学
歴認めてくれるやつは大好きだ。いやおい。ちなみに林社長はその一緒に働きたい人の条件として学歴はそこまで大事じゃないっていうふうに思っていますか？そこそこね大事だと思いますし、けど逆に大学受験に縁がなかった、例えばトイックでねすごい点数を持ってるとか、うん、で中国語検定で高いと思ってるとかって、そういうのもね、こう学歴に変わる、まあ、ある種の証明ですよね、うん、なのででも、まあ、こういうのもなんですけど、高学歴の人で優秀な人も多いですよね。確率的には高くなるとは思うんで、それはふみんさん、ふみんさんほど極端じゃないかもしれないですけど、普通の大学でもねすごい人がいるんですけど、まあ何か努力の証明にはなりますね、やっぱりね、と思ってます。なるほど、まあ、それ以上になんか一緒に働きたい人間的に面白い人の方がまあ重要かなっていう、ね、まあ、ふみんさんは違うかもしれないですけど東大卒のつまらない人よりも中卒の面白い人の方が僕は。希望の年収は年収もう一緒に働くんやったね。いや確かに確かに。御社でですか、まあまあ、できればまあ年収600万ぐらいいただけたらリアルやな。まあね、ちょっと新卒だとちょっと高いですね。そうそう、まあでもそれぐらいちょっと出せる企業ではね。なるほどなるほど、はい、そうなんや。そうですね、はい、何ができるの、あんだってあなたには。何ができるの、あんだってあなたには。ウェブのプロモーションとか素晴らしいかもしれないですかね、うん、こういう YouTube をやったらいいんじゃないかとか、こういうブログとかこういうウェブサイトを仕掛けたら集客できるんじゃないか、うん、御社の売り上げに貢献できるか、うん、それはずっとやってきたことなので、うん、どんな分野でもお力になるのか。いやということで、じゃあ僕らの方から最後に、はい、一緒に働きたいか否かを精度で札を上げていかせていただきたいなって思っています。はい、おお、全員丸だ。ありがとうございます、はい、本当にいいの。なんか一番最初に、うん、なんか大学生時代合コンやりまくってた言ってたよ。ちゃんと呼んでもらえるかな。いやお前何下心が、ね、本当に呼んでくれるんでしょ、当然雇ったら。もう当然、もうその恩を返してや。もう呼んでもらえるかな。いやお前何よ。最後僕らペンペンペンしちゃう形になったかもしれないですけど今回林社長に面接を受けていただいたんですけども、山木さんが働いていらっしゃる武田塾では面白くて、まあ、人間的にいい人を求めているので、興味のある方は下の概要欄から応募してみてください。ハンデ TV のチャンネルも下の概要欄になっているのでよかったら見てみてください。はい、ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。